佐々木です。今回はですね、仮想通貨で稼げる人、稼げない人、違いという動画を撮っていきたいなと思います。で、まず仮想通貨で稼げている人、これはどれぐらいかっていうと、元の資産から10倍とか、数十倍とか、資産でいうと1億円以上とかね、送り人って言われる人になった人とか、それぐらいを対象にしてます。で、稼げない人っていうのは、もともとの資金がいくらであろうと、マイナスになっていたりとか、なかなか稼げていない人のことを、今回はね、対象にして話していきたいなと思います。で、この両者の違い、稼げる人と稼げない人の違いなんですけども、なんでね、稼げる人と稼げない人が出てくる。これは仮想通貨だけじゃなくて、ネットビジネスとか、ネットワークビジネスとか、投資、FX とか不動産とか、何でもそうだと思いますけども、何が違うのかというと、一番ね、そのいろんな原因はあると思うんですけども、結局は、情報とか、勉強不足っていうところが一番強いんじゃないかなと思います。で、僕自身もその仮想通貨の銘柄とか、例えば ICO とかでも、過去にマイナスになったりとかっていう銘柄もあるし、ただその分、何倍にもなった ICO とかもあります。で、この違いとか、っていうものは何かというと、やっぱり僕も一番思うのは、情報っていうのもそうだけども、情報を精査できない自分に原因があるというふうに思ってます。ですので、仮想通貨で、稼ぎたいと思っている方とか、すでに資産を失っているとか、っていう方は、稼げるようになるためには、情報っていうものを収集するっていうのはすごい重要なんだけども、で、今までいろいろあったと思うんですけど、例えばソフトバンクが、この案件に携わってますとか、アリババとかアマゾンがこの案件とかと ICO とかと関わっているとか、提携する予定ですっていうようなことが書かれていたりとかね。で、そういったものも本当か嘘か分からなかったりするのが仮想通貨だったりしますので、気をつけなければいけないっていうのもそうなんですけども、それで詐欺だとかうんぬんじゃなくて、そういったことをちゃんと客観的にというか、これ裏はこうなってるんだろうなっていうことまでしっかりと考えて、じゃあこの銘柄はやめておこうとか、だけども少しぐらいだったら可能性あるかなっていう形で少し入れておくとかね、っていう形で少しずつね、その自分のその、考えっていうものもちゃんと入れていく。ただ情報が、としてそのすごいこれは有望だよっていうような、ICO とか仮想通貨の案件とか、これから爆上がりするっていうような情報とかあったとしても、それはなぜなのか、どういう理由で上がるのかっていうものをしっかりと、理解して、こういった理由だったら自分自身も投資しても利益が取れそうだなっていう形で投資をするっていうのはいいんじゃないかなと思います。あとですね、一番のその、僕もねよく言ってるんですけども、もう一個の原因は、仮想通貨で稼げてる人たちは絶対にその仮想通貨1本ではない、9割方1本ではないですね。僕の知り合いが、インターネットビジネスとか、経営者の方が多いので、そういったところから収入を生み出してるっていうのはあるんですけども、多くの人はで失ってる人っていうのは、仮想通貨が稼ぎやすそうだから仮想通貨に初めて投資をしてみた、それ以外でビジネスをやったことがない、投資もやったことがないっていう人が、大半ね、そういった人が仮想通貨を始めて、マイナスになってたりとか資産を失ってるっていう風な形です。プラスもう一個言うと、そういった人たちに限って、仮想通貨、例えばビットコインを200万円で買って100万円まで下がりました、今70万円ですけどね、70万とか80万円ぐらいですけど、それぐらいになって200万が70万だやばいって言って、売っちゃったり、心配というか失望なのか分かりませんけども、不安になってしまって、僕もネット上で調べて、なんでなのかなっていうふうに、僕はやんないんですけど、下がってもね、また上がるかもしれないし、でそれを調べたら、その上がる下がるのストレスって、例えば100万円でビットコインを買って、それが2倍、2倍だとあれですかね、10% にしますか、110万円になった時のストレスっていうものは、ストレスというか喜びっていうものが、2倍だとしたら、嬉しいっていう形だとしたら、10% 下がった時のストレスっていうものは、3倍とか4倍とか、それぐらいのストレスらしいんですね。だからその儲かった時のストレスとか喜びよりも 10% 下がった時のマイナスの、ストレスというか不安とか恐怖っていうものの、方がですね大きい。だからやっぱり売りたくなったりとか、手放したくなる。その恐怖とかストレスとか不安で含み損になってる間って、ずっとそれが半年とか1年ね、これからビットコインが下がり続けて上がるまでかかるかもしれない。だけどその1年間ずっと含み損だと、やっぱり多くの人はこのまま下がっていくんじゃないかなっていう風に思ってしまって、売ってしまったりとかするという形です。でその後に上がって、あの時売らなければよかったなって、また後悔するっていうようなことの繰り返しになってしまうと思います。なのでだからそういう風にならないためにも、本当にね、これから間違いなくビットコインは、昨年高値とか200万円以上とかはもう軽々超えていきますので、絶対に持っておいた方がいい。で僕の知り合いとかでもビットコインを利確、昨年の200万とか昨年末の200万ぐらいでビットコインを、現金化利確した人がね、いたんですけども、その人もまた、仮想通貨買ったりしてます。ですので間違いなく、仮想通貨とかビットコインとか全体的に上がっていきます、市場規模が。もちろんその、もうどうしようもないコインとか草コインとか、クソコインとかが、サタとか、どんどん価値はなくなっていきますけども、しっかりとプロダクトがあって、価値のあるコインっていうものはどん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 少しずつ上がっていくと思います。ですのでしっかりと仮想通貨で稼げる側に入っていきたい人は、今ね、例えば今までその仮想通貨で利益が出てないとか、まだ ICO でね、利益が出てないという方は、とりあえず持っておく、放置、要はホールドしておく。で、その後に少しずつ上がっていくかもしれないから、プラスそれ以外で収益源を作って、その余った収益源を仮想通貨に投資する。僕みたいにインターネットビジネスで稼いで、そのお金を仮想通貨に投資するっていうのが一番いいと思います。ということでね、今回は稼げる人、稼げない人、っていう違いをね、話してきました。ぜひね、今回の動画が良かったなと思えば、ぜひグッドボタンと、チャンネル登録をね、していただければなと思います。動画のね、概要欄の方に、僕のね、LINE@ メルマガ、Facebook、Twitter、Instagram などもやっていますので、ぜひそちらも見ていただければなと思います。それでは、今回の動画は以上になります。ご覧いただきありがとうございました。